きチャンネル。ちょっ、こんにちは。優勝するためにはあなたの活躍が必要です。はい、キーマン、今日は昨年4位の楽天巨人戦です。はい、まあでも楽天も簡単なのよ。はい、浅村、フランコ、ギッテンスでホームラン80本です。 80? だって浅村去年だって20何本打ってるからね。あ、そっか、ホームラン。なんか私のイメージ、フランコ、ギッテンスで50本ってイメージだったんですよ、うん、あ、それで、そっか、浅村選手が25、30打てば、だから要は、そうそう、30、30、20でいいわけ。そうですね、それから25、25、30がいいわけですね、うんうん、いけますね。この3人でホームラン80発出れば、うん、多分勝てんちゃうかっていう。いける、いける。だって他の選手たちはまあまあそこそこは活躍するから、はい、要は外国人が打たないからもう、うん、勝てなかったわけじゃん、はい。だからこのギッテンス、フランコ、浅村3人がホームラン3人で80発出れば、うん、はい、多分打点もえぐくなるから、うん、あの優勝かなり近づくんちゃうかって。やっぱ外国人選手の力っていうのはかなり気になってきますね、うん。まあ、一番の懸念は初出場の開幕戦でエスコンフィールドでフランコが怪我しないことを祈りたい、ね、今年はフランコですか。うん、だって、まあ、ギッテンスの可能性もあるけどね去年でも、去年もそれはやったんで、うんうんうん、この3人で80発だね。そうですね、ホームラン、うんうん、で、ピッチャー、はい、マー君が、うん、貯金、8以上、はい、だから13勝5敗だね、うん、そのぐらいか、うん、はい、もしくは15勝、7敗、則本、うん、が、タイトル。お、則本投手タイトルですか。だから打三振でいいのか、うん、でも何でもいいから、うん、タイトル、はい、で岸が、10勝、はい、で、あとはそうだね、庄司か駒子が新人王。おー、どっちか、はい、で、松井裕樹が西武王のタイトル、はい、去年に引き続きですね、うんうん、で、宮森が、25ホールド以上。おー、で、いけるやろ、うん、いけます、いけます。これができれば、うん、あの優勝をいけるんちゃう。そうですね、うん、プラスなんか早川投手、滝中投手がこう10勝近くしてくれたらいいなっていう、うんうんうん、でもマー君が貯金8作れれば、そうですね、もう安泰だよ、うん、だからマー君、岸投手、則本投手でもう3人ともやっぱり確実に貯金を作ってほしいっていう。でもマー君が貯金8作ったことあるのは、はい、2013年の24勝0敗、はい、で、11年の19勝5敗、はい、で、2009年の15勝6敗6敗だから、うんうん、3回しかないから、何気に、はい、貯金8作った。そうですね、やっぱりあれですね、そのシーズンとかは A クラスで多分 A クラスの戦いをしてるはずなんですよね、うんうん、12年とかは10勝6敗で貯金6だし、はい、近年はもう借金の方が多いからね、はい、これマー君の貯金8だからね。いや、マー君はもうキーマンなんですよ。そうそうそう、うん、貯金8、うん、で、岸が最近10勝勝ったのは2018年、うん、だからまあこの10勝だね、うん、をできれば勝てんちゃう、うん、いけると思います。まあ外国人がそれなり打てば、うん、相当いけると思いますよ、打てばね、はい、そこが問題だからね。そうなんです、近年全く打ってないからね、はい、外国人が全くなので、うん、多分これぐらいで優勝いけんちゃう、うん、いけると思います、ね、はい、で次、巨人、はい、巨人は、巨人ピッチャーがグリフィン、ピーディーで2人で25はいるな、絶対。もう1人メンデス、あとメンデスもいますね。菅野の10勝はいるよな、うん、確実に。ちょっと出遅れそうだけど、はい、ね、うん、東郷は黙ってでも勝つっしょ、うん、そこはあえて言う必要ないやろ。東郷なんていなくなったら終わりだからね、うん、東郷が元気で1年間っていう、うん、普通にやっときゃ勝つでしょ、東郷はね。巨人ももう投手陣頑張らなあかんもんな、うん、だから勝利の方程式固定やな。あ、大勢、うん、その前誰なの。去年バタバタしましたもんね、まあ、多分例年通りか桑原、うん、去年か、去年だと、うん、ロペスですね、うん、去年桑原でも出遅れてんじゃないの、オープン戦1試合も投げてへんで、うん、私は船場様投手に期待してるんですよ。船場様、ロペス大勢とか言ってほしいなっていう。 FLT、うん、はい、おー、 FLT、 おー、ロペスいいね。ロペスめちゃめちゃいいです、うん、FLT めっちゃいいじゃないですか。 FLT 船場様、ロペス、ロペスが投げたらメンデス投げんの一応。メンデスは交代を
だから一番メンデスはどうなるか分かんない。グリフィン、ピーディが主戦なんでしょう、先発をね。グリフィン絶対最多勝ですよ。そうだ、めちゃめちゃいいですよ。そんないい、へえ、グリフィン、へえ、そう、そんまりですよ。そうなん、じゃあもうあれだね、グリフィンタイトル、だからグリフィンとピーディで30勝したら優勝いけるな。で、大勢が最多セーブで、ロペスが最多ホールド、これでいけんじゃん、ピッチャーは。で、多分戸郷は普通にやったら、はい、多分タイトル絡んでくるから、そう、黙っててもね。だから戸郷が元気に1年、うん、で、菅野が10勝、はい、これでいけんじゃん、野手、野手は1つ岡本のタイトルだね、うん、岡本タイトルよね、岡本のタイトル、坂本が1年元気にしっかり結果、そうですよね、うん、これが全てだね。でも分かんないですよ、門脇選手がぐいぐい出てきていい成績残す可能性もありますしね。いや、それはあると思うんですけど、うん、でも坂本が元気、優勝するためにはまあ、坂本選手が必要だったよ、うん、坂本の数字の代わりを門脇ができないと思うんだよね、うん、だからもう坂本元気に1年しっかり結果、うん、3割前後打率、うん、あとブリンソン、おブリンソンがホームラン30発、うん、だから野手は坂本元気に1年でしっかり結果を残して、岡本がタイトルの、うん、打点王とか、ブリンソンホームラン30発、うん、で、そうやな、吉川3割、これでいけんじゃん、ここいる、なんかあとなんか中田翔、うん、30発中田翔30発まだ打てる、大丈夫、原監督いわくですよ、うん、これ直接原監督言ってたんで、うん、すみません、原監督言うと聞いた、聞いてきた、聞いたんです、うん、三冠王で、へぇー、そうぐらい中田翔の状態って言いました。へぇー、三冠王狙えるぐらい、あの中田翔選手が三冠王、うん、だから村上選手に対抗できるのは中田翔しか、うん、あ、岡本選手じゃないんだ、じゃないです。じゃあなんでオープン戦こんなに打ってないの、それなんかあるんでしょ。いやでも大丈夫なんですよ、中田翔選手はベテランなんで、うん、まあそうだよね、そうなん、これまでもすごい結果残してきた選手だからね、すごいですよ、へえ。そうだ、うん、俺はもう無理なやつは言いたくないんだよ、うん、可能性が20本だったら楽勝でいけると思うんだけど、30本いけんの、うん、僕いくと思います、これ本当にそれぐらいいいっす、そうだ、じゃあ先生の予想ね、30発ね、いいと思いますよ、そうジャイアン強いと思うんですよね、うん、それはもう思うのは自由だから、人それぞれだからねじゃあ中田翔30発ね、はい、のブリンソン30発で、岡本タイトルホルダーに坂本元気で1年しっかり3割前後打って、うん、でピッチャーさっきのね、うん、行ったら勝てんじゃない。まあでも問題はやっぱり投手陣だね、うんうん、あの外国人2人の先発がどこまで頑張るかが鍵握ってるやろ、うん、結局は、うん、そうなんです、結局ね、井上春人投手も期待されたんですけど怪我で下落ちちゃったし、うん、だって確実に分かってるのが戸郷投手と菅野投手だけですからね。でも菅野も出遅れるんでしょ、もういい時代、ね、うん、だからもう計算できんやんな、戸郷投手のみだから、そうですね、あと赤星投手とかがどのぐらいだったか、だからもう1個はもうこれしかないです、はい、トレードです、シーズン中動くしかないです、うん、補強を、うん、押してもらえたらジャイアンツ優勝です。でもこんだけ外国人ピッチャーをね取ってきてるから、まずはそこを、でも毎年だからね、去年だってな、シューメーカーとか取ってきてるけど絶対だったからな、ね、まあ、毎年外国人選手はいっぱい補強しますからね、うん、まあそこだね、はい、まあ、その外国人この3人、はい、ピッチャー2人と野手1人、これかかってんな、うん、命運は、うん、この数字を出せれば、はい、優勝できます、はい。